こんにちは。アクセスの代表をやっている多田翼です。今回のテーマはマーケティングのブランドです。この内容からわかることなんですが、ノースフェイスを取り上げて、その人気の理由とか、あとはノースフェイスが語っている自分たちの存在意義というのを見ていきます。そこから学べることとして、ノースフェイスから学べるブランドの本質とか、ブランドの作り方を見ていければと思っています。それでは最後までぜひお付き合いください。よろしくお願いします。今回の背景なんですが、ある記事を読みました。記事というのが、週刊東洋経済プラスに掲載されていたもので、記事のタイトルは、ノースフェイス育ての親が語る未来、会社の未来、体験型自然パークを事業として新たに展開へです。この記事というのが、ノースフェイスを展開するゴールドウィンの社長の方へのインタビュー記事でした。ノースフェイスの人気の要因、これからノースフェイスはブランドとしてどこに向かうのかというのを興味深く読みました。で、記事のリード文をそのまま引用しますね。アパレル不況時代にもかかわらず、スポーツ医療メーカーのゴールドウィンの業績が右肩上がりで伸びている。牽引役は同社が国内での商標権を有するザ・ノースフェイス事業だ。ノースフェイスはアウトドアブランドでありながら、特に20から40代の若い世代からファッションブランドとしても支持され、毎年売り上げを伸ばし続けている。事業年商は700億円を超え、1ブランドで全社売上高の7割以上を稼ぎ出すまでになった。はい、以上が週刊東洋経済プラスの2022年の3月の13日の記事からです。このインタビューでは、ノースフェイスの事業をどのように捉えているのかというのが語られていました。この部分も興味深いと思ったので記事から引用します。インタビュアーがノース事業で特に意識した、強く意識したことは何ですかという問いをしているんですが、これに関して次のように答えています。喜んでもらえるいい商品を作って、一人でも多くのファンを増やすことを常に一番に考えた。売上はそうした努力に対するお客さんの評価。その順番を間違えて目先の売上を狙うようになると事業はおかしくなる。この会社のかつての柱だったスキーの商売がその典型例ですよ。昔のスキー業界は、ウェアや用具は毎年買い替えるものだというおかしな常識があった。壊れてもないのにそうやって新しいものを買わせることで、メーカーは毎年大きな売り上げが立った。でもそんな商売に継続性があるわけがない。実際、スキーブームが下火になり始めたら、売れ残った大量の返品なので大きな損失を出し、たちまち事業自体が立ち行かなくなった。そんな光景を社内で間近に見てきたので、僕は売り上げを追うことをきっぱりやめたんです。自分たちがやっているアウトドアの商品では、目先の売り上げを追ったりせず、あくまで健全で継続性のある事業を目指そうと。社長になった今もそうした考え方は変わっていない。はい、以上が記事からでした。で、この記事では今後の課題として事業課題についても触れられています。また記事から引用するんですが、インタビュアーが今後の課題を挙げるとすればという質問をしていて、それにこのように答えています。物を売るだけではなく、我々がもっと自然に関与していくべきだと考えている。一人でも多くの人をアウトドア好きにする。それによって結果的に美しい自然を次の世代に残す。それが我々の最終的なミッションなので、そのために自分たちも行動を起こすべきだと。そうした取り組みの一つとして、会社の創業の地である富山でプレイアースパークと名付けた体験型自然パークを建設する。今、その用地の選定をしている最中で、2025年度末までの完成を目指している。はい、以上が記事からです。今の引用内にあった、我々はもっと自然に関与していくべきと、この捉え方、この言葉が私は印象に残りました。一人でも多くの人がアウトドアを好きになってもらって、それによって結果的に美しい自然を次の世代に残したいと。ここを自分たちのミッションと捉えて、今後の課題に落とし込まれているんです。社長へのインタビューなので、経営者の立場として語られているんですが、インタビュー内容を通して伝わってくるのは、高い視座から事業を捉えていることです。商品の売上を追い求めすぎないとの発言があったように、売上はあくまで結果としてなんです。ミッションと位置づけた次の世代に自然を残すがあって、そのために一人でも多くの人に自然のことやアウトドアに関心を持ってもらう。そうした人たちにアウトドアで使うものとしてノースフェイスを選んでほしい。
喜んでもらえる良い商品を作ってファンを増やしていこうという考え方です。商品というレベルではなくて、一つ上のアウトドアカテゴリーのレベル、さらにその上の自然を大切にするとか、良い自然を次の世代に残していく、これぐらいの高い視座に立っているわけなんです。はい、でここまで見てきたノースフェイスから学べるのはブランディングなんです。でそもそもなんですが、ブランドとは何でしょうか。これは私の一言の定義で、ブランドとはお客さんからの好ましい感情が伴った商品やサービスです。これを算数の数式で表すと足し算で表現できると思っていて、商品プラス好ましい感情イコールブランドなんです。ここで言っている好ましい感情とは、好き、共感、満足感、誇りとか憧れ、応援したいという気持ちです。これらの感情が深い商品やサービスほど強いブランドなんです。マーケティングの観点でブランドでのポイントというのは、ブランドとはあくまでお客さんの頭の中にある認識、イメージだということなんですね。商品やサービスへの他にはない価値があると、こういう価値があるという価値イメージが、提供者側ではなくて買い物、買い手とか利用者側の頭の中に残れば、それはブランドになっているんです。人が商品やサービスに感情移入をする要因の一つは、商品サービス、その企業の信念、持っている哲学とか描いている世界観に共感するからなんですね。これは自覚しているわけではなくて、無意識的に共感されることもあるんですが、言葉では自分で説明できないものの、なんとなくではあるが確実に惹かれている何か、その何かというのは信念とか世界観なわけなんですが、そうしたものがあるから、感情移入につながっていくわけです。で、今の話をノースフェイスに当てはめると、ノースフェイスの場合はアウトドアが好きとか自然を大切にする、次の世代に自然を残すという大切にしている価値観やミッション、ノースフェイスのミッションがありました。これは存在意義、いわゆるパーパスで、自分たちのなぜ存在しているのかという根源的な部分なんです。このようななぜという why ですね、 why を明確にして自らが旗を立てる、ここに共感する人が現れて、価値イメージが形成されて、その人たちの頭の中では他とは違う存在になり、結果として商品やサービスはブランドになっていく。これがまさに体現されているというのが、ザ・ノースフェイスだと思ったので、今回取り上げました。はい、今回も貴重なお時間を使って最後までお付き合いいただきありがとうございました。それでは、今日も素敵な一日にしていきましょう。